こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。ウクライナ国内でロシア軍によって発射されたミサイルが空中でほぼ180度逆転してまるでブーメランのように移動式発射台の方へ戻ってきて地面で爆発する様子が SNS で上げられました。今日はこのことについてお話しします。6月24日に SNS で上げられたビデオをご覧ください SNS ではウクライナ東部のルハンシクでロシア軍によって発射されたミサイルが空中でほぼ180度逆転して まるでブーメランのように移動式発射台の方へ戻ってきて地面で爆発したとしています。またこのミサイルはロシア軍の自走式地対空ミサイルシステムブクから発射されたミサイルだとしています。アメリカの軍事問題についてのメディアザ・ウォーゾーンでハワード・アルトマンとトーマス・ニューディックはこの映像について記事を書き この欠陥ミサイルが SNS で言われた対空ミサイル武器のものかどうかは正直言ってわからないとしながらも、アメリカ陸軍防空砲兵学校で元校長を務めたデイビッド・シャンク退役大佐に意見を求めました。シャンク大佐は、ミサイルがブーメランのように発射台の方へ戻ってきた事象に注目し、 ミサイル製造時の欠陥であった可能性の他に、発射台への装填時や、発射台の移動中に破損して、ミサイルの羽が曲がってしまっていた可能性もある、と述べました。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではまた。